皆さん、こんにちは。福音ハーモニー活動者の西川です。今日の588回目はかわいい魚屋さんです。 Today's 588th live performance is かわいい魚屋さん。今天的第588次演奏是かわいい魚屋さん。かわいい魚屋さんでしたね。この曲も昨日に続いて、不定音符がずっと、曲の中に散りばめられているんですね。で、不定の感覚というのは、たーた、三つ一つですから、たーた。テンポが速くなっても、トゥワッタタッタタ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 タ。三つ一つ、三つ一つ。それが定まると、リズムはピンと張ることになりますよね。みんな元気出しましょうね。チアラップ。じゃよ。それでは、また明日。